だ、なんだこれ。坊ちゃま、まさかそれは魔界アサガオの種。双葉の形といい、成長速度といい、まず間違いありませんな。なんだよそれ。坊ちゃま、いつの間にそれを。行くぞ。それマカイアサガオ聞くからにヤバそうな感じなんですけど。ああ、いえいえ大丈夫です。魔界アサガオだけなら大したことありません。魔界アサガオの特徴といえば、肉食なくらいだ。十分問題じゃないかよ。そうか、十分な栄養さえ与えていればおとなしいものだぞ。ですよね。魔界ヒルガオとさえ出会わなければ人間界の植物とほとんど変わりありません。参考までに聞くんだけどよ、魔界ヒルガオってのはどんなだ。そうですね、魔界アサガオと比べるとヒルガオは多少小ぶりです。その分機動力が高く凶暴性も上ですね。うん、鼻の色はだいたい薄いピンクで、人を食うとだんだん赤くなるな。まあ時々間違って魔界アサガオ栽培セットに種が混入することもあるが、こちらもヒルガオだけなら問題はさしてない。そうか、じゃあ多分あれだな、魔界ヒルガオ。え、何？まさか。校長が食われたぞ。そう、俺たちの校長を敵討ちじゃ。なんという美しい色。なあ、さっきからアサガオだけなら大丈夫とかヒルガオと出会わなければとか言ってるけどよ、一緒になるとどうなるんだ。うん、魔界アサガオと魔界ヒルガオが交配すると巨大化する。さらに歩きます。さすが後輩種、人間界などひとたまりもないであろうね。おいおいおい、どうすんだよ。分かって、みんな捕まってんぞ。おそらくねぐらに運んで後でじっくり。何の番組だ。メリコリパーン。ダメか。おい、なんかこの花をおとなしくさせるもんはねえのか。そうだな、確か魔界アサガオ栽培セットの中に支柱が。支柱支柱、これだ。一度な。ちょっとこれどうなってんのよ。てめえのせいか、ブラホが。シャレになんねえぞ。おい、いいからお前らも探せ。多分なんか棒みたいなやつだ。棒みたいなやつって、これは。それは魔界ハエ叩きだ。ハエじゃないものも叩くのな。あ、ごめんなさい。なんで俺が丘の野郎なんかに。あ、これ違うか。うん、惜しい。それは魔界ウマシカボウだ。ウマシカボウ。うまいというまで強制的に食べさせられる。勘弁してくれよ。これだろ。そうきたか。だが残念ながらそれは魔界長いの。長いのってあの野菜の。あ、だが魔界長いの肉食だ。ふざけんなよ。結局ないんじゃねえのか。ちゃんと探せ、あるはずだ。お前。
バイバイ。坊ちゃま、なんという風格に満ちたお姿。さすが大魔王様の後継者。ああ、泣くな泣くな。ベルボー、男なら一回くらいで諦めるんじゃねえ。大魔王の後継者の意地ってやつを見せてやろうぜ。なんだ俺で、なんでこんなとこで寝てんだ。てめえ、何俺の隣でのんきに昼寝してんだよ。なんで私、こんなところで。なんだったんだ、あのでっかい朝顔は。なんかマカオ、マカオ朝顔とか言ってなかったか。マカオすげえな、あんな大きな朝顔あんだな。絶対大魔王。マグお、おいおが。